こちらにですね、4点、ちょっと見えにくいかもしれませんが、書いてみました。ボールペンとですね、ガラスペンですね。それで、この2点がガラスペンで書いたもの。こちらの2点はボールペンで書いたものです。あまりよくわからないかもしれませんけれども、概してですね、ボールペンに比べてガラスペンの方はですね、当然滑らかさで言うとボールペンの方がかなりこう滑らかな感じがしますけれども、程よいなんかこう抵抗感といいますかね、それはガラスペンの方があると思います。ですからなんかこう書いていて、ちょっとこう書き味を楽しむことはできるのかなという感じはします。それとですね、紙なんですけれども、こちらは普通の、コピー用紙、上質のちょっと厚めのコピー用紙ですが、それに書いたもので、こちらは少し黄ばんでる方なんですけど、これはエンボス加工してある用紙ですね。こういうワトソン紙とかっていうのがそうなんですけれども、近くでしますと、こんな感じですね。お分かりになりますかね。ちょっとこう、エンボス凹凸がある紙ですね。これで書くとかなり面白いかなという気がします。インクのですね、濃淡も、このエンボス加工をした紙の方が、よくその濃淡が出るような気がしますね。ですから、ちょっと特殊な紙ではあるんですが、普通のハガキで売ってますので、これは絵手紙などでよく使うハガキだと思うんですが、こういうもので楽しむとよろしいのかなと思います。私は墨彩画もやるんですけれども、今日は、その文字の方ですね、ガラスペンで書く文字のことについて、限定してお話ししたいと思います。それで実際にですね、こう書いてみたいと思います。簡単な文字で試したいと思うんですけれども、これは普通のコピー用紙ですね。ここに、ボールペンですね、ボールペン、これは、0.7 ミリですね。0.7 ミリの、普通のボールペンです。これでまず書いてみます。ふるさと、ふるさとというふうに書いてみます。ちょっと大きめに書いてみますね。ふるさとですね。普通に滑らかな感じで書けると。今度はこのエンボス加工をしてある紙に、このガラスペンで書いてみます。これは軸がこういう延べ軸になってます。いろいろおしゃれな軸があるわけですけども、字を書くのはこういう方が書きやすいかなと。
特に漢字や仮名を書く場合ですね、いろいろここが柔らかい曲線になっているものが多いようですけど、アルファベットを書いたりするのはあまり別にこういうタイプじゃなくてもいいと思うんですが、日本語の漢字仮名混じり文を書くということでしたら、こういう普通の軸の方が書きやすいような気がします。多分ここの、ガラスペンはボールペンで言えば 0.7 ミリぐらい、これとあまり変わらないか、もうちょっと太いかもしれません。これでやはりこの同じようにふるさとというふうに書いてみます。なかなかやはり書きやすいというか、抵抗感があって書き味が楽しめますね。少し長い文章を書いてみますね。無漏再生の、よく、知られている「ふるさとは遠きにありて思うもの」という詩ですね。それをちょっと書いてみます。こんな感じですね。まだ乾いてませんので、よくわからないですけれども、乾いてくるとですね、インクの、濃淡ですね、濃いところと薄いところ、それがある程度こうはっきり見えてくるのではないかと思います。そのことによって、立体感が生まれると思うんですね。これを、先ほどあらかじめ書いておいたものがありますが、それはこれですね。これやはりボールペンで書いたものに比べると、これがボールペンで書いたものですけど、やはりこちらの方が、インクの色、これブルーブラックで書いてるわけですけど、インクの色ということもあるんですが、やはりちょっとこう濃淡がありますね。分かりにくいかもしれませんが、濃淡があります。ボールペンは滑らかな感じでこう書かれていますけれども、当然濃淡というのはないですね。ですから、濃淡があって、立体感が出てくる。これは墨で描いてもそうなんですけど、墨の濃淡が あるということは、立体感が生まれるということなんですね。それで、そのことによってですね、こう生命感にこうつながってくる。いかにもこう、手で書いて、それがこう生き生きとして、読む側にこう伝わってくるという感じが出てくるわけですね。そういう意味でこのガラスペンというのはちょっと扱いにくいところもあるんですが、そういう手書きの面白さ、生命感をこう表すという点で、楽しい
筆記用具かなという感じはします。あとはまあ書に関して言えば、このまあ文字に関して言えばですね、やはり文字そのものの書き方ですね、書としてのその文字、それにある程度まあ習熟していくということはどうしても必要になるのではないかと思います。まあ私は書家としていろいろ YouTube の方でも書道のレッスンを無料でも提供しておりますので、ぜひそちらの方も参考にしながらですね、文字、美しい文字を書くということでの研鑽をしていただければと思います。今日は筆ペン、ガラスペンですね、ガラスペンについて、今の時点で私が感じていることを申し上げました。いろいろ細いですねガラスペンとか、ちょっと変わったタイプのもの、それからインクの色もいろいろですね、あるようですので、そういったものを使って絵ですね、ペインティングの方もちょっと私も時間があれば取り組んでみたいなと思っておりますし、その場合はまた皆様にお披露目したいと考えております。今回はとりあえず番外編ということで、ガラスペンについてお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。